私を解き放てるかもしれない。誰なんだ君は。新しい雇い主が決まったぞ。うぅ、やったぜ。それで今度の雇い主はどんな方ですの？アルガナン伯爵だ。へえ、ルリ島の領主か。そいつは大物だね。物語は6人の傭兵たちが本作の舞台ルリ島の領主アルガナン伯爵に雇われるところから始まる。うん、騎士様か。あれは俺たちとは格が違うからな。アルガナン家の姫君カナンの結婚式に突如現れたグルグ族。傭兵たちの運命が少しずつ動き出していく。プレイヤーが操作するエルザは任務中に手にした謎の力によってギャザリングと呼ばれる特殊能力を発動できるようになり、敵の注目を強制的に引きつけることができる。敵の注目を一手に集めることで仲間が攻撃する時間を稼いだり、敵を誘い出すなどギャザリングを駆使して仲間と連携して戦う。安心しろ。それぞれに異なる特性を持つ仲間と行動を共にするエルザ。刃の上を歩いているようなものだな俺たちの暮らしは。傭兵団のリーダークオーク。その見下した言い方が気に食わねえって言ってんだよ。二刀流の女剣士セイレン。でも大変な騒ぎになると思うよ。炎の魔法を操るユーリス。ちゃんとカッコつけてやれよ。氷の魔法を操るジャッカル。これは枯れ果ててしまった世界の慣れの果てよ。回復の魔法を操るマナミア。エルザ、私の魔法を拡散して。また仲間とはバトルの最中でも常に会話が繰り広げられ、時には戦闘を有利にする内容が話されることも。主人公たちの拠点となるルリの町。大通りや広場だけでなく細かな路地も張り巡らされており、多くの人々でにぎわっている。交易が盛んなルリの町では価格変動が起こることがあり、商材を売り買いしてお金を儲けることができる。闘技場ではいつでも仲間と一緒に腕試しができ、戦いの経験を積むことも。武器や防具の売買ができる職人通り。装備するものによってキャラクターの見た目が変化。細かいパーツの取り外しやプレイ中に獲得した染料を使用してパーツごとに色の変更が可能。これらの装備はイベントシーンにも反映。本作はオンラインモードを搭載。最大6人のプレイヤーがそれぞれ好きなキャラクターで戦う乱闘や、参加したプレイヤーたちと強大な敵に立ち向かう討伐を楽しむことができる。その異邦の印と力、いずれ我がものにしてくれる。まさしく伝承の異邦の印。自由なんてどこにもない、醜い争いだけの世界よ。俺を信じてくれ。必ずみんなを騎士にしてみせる。騎士に憧れ戦い続ける傭兵たちの物語。行こう。ラストストーリー。本作はクラシックコントローラーでもプレイすることができます。